い、おはようございます。シャチくんです。よろしくお願いします。じゃあポケモン一匹じわりプレイニュースバージョンやっていきたいと思います。今回は3話で終わりですね。まあとはいえね、ニャース簡単だとは思ってるんですけど、なんか前回意外と耐久が、まあ意外ではないんだけど、耐久が低くてさ、まあ、言うて威力もそんな高くねえから、ワンチャン誰かで苦戦しそうだよね。大丈夫かな。一撃で倒されるパターンのね、敵がいるときだけすごく嫌だ。それを打破できるさ、可能性がある技がのしかかりで麻痺しかないのかな。10万ボルトでもいいか。それがちょっとね、恐ろしいよね。まあ、カツラに、そう言うてカツラにもやる技ないから、ね、結構やばいよね多分。うん、まあ、バブル光線かのしかかり、球根は特殊高そうなんでのしかかっとこう。まあ素早さ勝てんのだけね。はい、ハハンバー足りねえな。早急に切り裂くが欲しい。わけもわからず、なんでもなんか知んないけどあやぴか。よし、よいしょ。もう あ、よくないよ。そうなんですよね。この、尻尾を振るとかを積まれるとマジでやばい。でもなんか、プレイがアホすぎて。ラッキー。はい、オッケーです。敵はの、雲鳴き声がある。こいつ特殊低そうじゃない？まあ、育てたことないからね。わかんないね。でもねえのかな？あんま変わんない。ひびれよ。よくない、よくないことされたね。どうする？まあ、だとしたらもうバブル光線しかないけど、そうするとなー、麻痺がないからね。まあでも先制は取れるね。ウィンディさんが相手と、あーちょっと怪しくない？大丈夫ですか？はい、耐えねえか。はい、どうしましょう。まあでも H 満タンならさすがに耐えると思うんで、まあやることは一緒ですね。祈る。ああ、急所で負けるとか全然あるからな。うわー、そっか、結構だな。もうだとしたら回復してる場合でもない。あー、まあね。尻尾を振るされた。とか。まあ、ギャロップを信じるしかないよね、もう。あー、まあ、うん、まあ、さすがに耐えるでしょ、63は。よし。いっそ、やけどになってくれてもいいぐらい。どうしようかな、これ。倒すか。で、でもやること一緒なんだよな。結局さ、回復しても大文字。ああ、51だった、切り裂く。来ました。でも、まあ、切り裂く2発でいけることを祈るしかない。最強技解禁。そして相手は、吠えろ。よし、あ、いや、微妙だぞ。ああ、そっか、尻尾振られてるもんね。お、勝ったぜ。やった。ラッキー。1だって。なんか最近1残し多いな。ありがてー。いや、でもさ、ヘルシアンの切り裂くはまあ強いはずじゃん。思ったよりだったな。まあ、穴抜きあるわ。まあ、とりあえず、抜き始めか。行こうかな。はい、このね、意表をついた場所に穴掘っときます。ほい、じゃあね、時はジム行きましょう。
まあ、ここどうだろうな。どうだろうね、ほんと。サイドン、他の地震耐えないわ。バブル光線でどんぐらい与えるかね。4倍だもんな、言うて。まあまあ、いくと思うんだけど。あ、まあ、サイフォンはね、さすがに1駅ですね。倒せるかな。手が滑った。あっそ。まあ、切り裂くがあるから、やっぱ広がるね。まあ、広がるんは。まあ、のしかかりはね、一応、奇跡の麻痺があるんで、ないとね、状態以上1個ぐらいないとね、さすがに、完全に積む時があるんで。いいね、あー。なるほど。ちょっと足りない。じゃあ、このマンリキーで1レベル上がってくれ。そうすれば倒せるでしょう。どうですか？いいね。思い通り。なんかな、やっぱ平均的って弱いよな。いや、素早さは高いけどさ。やっぱ、あ、いいね。一撃で落とせなくて、耐久低いのはちょっとね、しんどいよね。せめて耐久が高ければ、っては思う。まあ、そしたらでも全部の能力高くなっちゃうか。まあ、そんな感じで榊行きます？まあ、言うてバブル光線あるので、岩地面は怖くないけど、ラグトリオと、二体目誰だっけこいつ。あ、ペルシアンか。ペルシアンはまあ大丈夫じゃん。あとでもニドキングたちか。あいつら二度蹴りあんのかな。ラグトリオは多分ね、切り裂くのがいいね。一撃でしょう。でも先制取られないしね。これはありがたい。で、ペルちゃん。相手の方が高い。けどこっちの方がね、早いですね。ああ、まあそうね。ああ、そうね。まあ、よし、ナイス。やっぱあれを見たのに、どう見ても後ろ姿おかしいよね。なんならこっちの方がニアスっぽくない？ペルシアンの方がニアス感あるんだけど。ああ、半分いかないんだ。そっかー。まあ、エフェクトガードおじさんなんで、あー変わんないね。変わんないんだとしたらどっちがいいんだ。どっちもいいか。いや、変わんないんだとしたらバブル光線の方がいいか。急所当たればね、より与えるでしょ。バブル急所狙いですね、これは。もうニドキングさんは、いや、二度蹴りでも耐えるはず。全然与えない。そんな特殊高いの。え、87だったっけ。やばいな、ちょっと。はい、ちょっとやばいね。72以下ならいいでしょ。ああ、まあまあまあ、ギリ耐えるみたい。なるほどね。これでも落とさないよね、まだ。ああ、エフェクトガードおじさんです。ありがとうございます。それさえなければね、より強いのにね、こいつは。問題は、サイドの一撃で落とすかどうかなんで。まあ、ただそれだけ。お願い！あ！はい！無理だよね、さすがに。無理ですか？あ、え？こんな弱いサイド。ラッキー。さっきからギリギリの戦いで生き残っている。絶対無理だと思った、今の。岩なだれってそんな弱いの？サイドンの岩なだれなんて一番強いんじゃない？まあ、ラッキーでしたね。よかった。順調ですよ。さあ、このままライバル戦もね、行きましょうか。
まあ、意外に耐えるっていうね。はい、ということでライバル戦いきましょうか。ライバルはそんな脅威じゃないよね。ライバルに対してはほんと技揃ってるよな。うん、集まった集まった。よし、まあ、サンドパーンでも地震じゃなくて砂かけがなくなってるのかな。そろそろないよね。まだあったっけ。まあそれ次第だね。まあ基本切り裂くでいきましょう。ああまあそうね。ああ切り裂く返し。まあやっぱ受けんな。まあとはいえね、こっちの方が強いですよ。ああないのか。ペルシアンって 1.4 メーターとかだっけ。確かにそんな猫に切り裂かれたらだいぶやばい。一回その猫飼ってた時に、まあ嫌がってたけど抱っこしたんですよ。はい。で抱っこしたらめっちゃ暴れて、爪切ってなかったんですね。でそしたらなんか暴れたくせに降りる時に俺に掴もうとして、腕にね、縦にすごい、どんぐらいだろう、30センチいくかな、まあ、30センチいくかなぐらいの縦線のね、切り裂く3本ね、やられましたね。めっちゃ長いミミズ腫れというか切り傷みたいのが3本できた。あれ以来抱っこするのね、やめたよね。こっちから抱っこするのやめたよね。だって痛かったもんな。猫はあっちから寄ってこないときは無理やりね、遊んだりしちゃダメですよ。自由気ままなんだから。ささみな、ささみとのお別れも近づいてきたな。これが本当のお別れですね、もう。うん、あ、溶けるね、関係ないです。はい、天皇ねクリアして根性の別れといきましょう。はい、あ、こら、これが油断すると、そう、油断した方が悪い。練習ね、ポケモンって練習するもんなの。練習次第で変わるもんなのか、現実にいたら。あ、そうか、コンビネーション的なね。そしたら石英高原行きたいと思います。はい、じゃあ石英高原ね、行きましょうか。どうしようかな、まあ、とりあえず様子見か。次の雨はここは待ってるんで、まあ適当なタイミングでね使おうかな。ここはどうだろう、10万ボルトあるけど、うん、ジュゴンが、まあ、切り裂く試してみるか。半分いってね、なかったらラッキーだしね。はい、いいね、強いな、やっぱ。ああ眠った。まあそりゃそうね。じゃあ10万ボルトも試しておきます。はい、ああ、え、あ、急所か。まあまあっすね、これはまあまあいいよ。はい、俺はちょろいんじゃないか、もしかしてだけど。まあ、他の能力もね、やっぱ3桁いきそうだしね。あ、僕のね、四天王の勝てる目安が、まあ、能力値が3桁あるなんですけど、大体の能力はね。まあ、到達しそうですよね。まあ、どれか1個でも達してないともう結構しぶい。まあ、素早さはいいけど。そんなイメージですね。あ、結構受けんな。あ、結構受けんな。え、これラプラスのハイドロポンプ耐えないでしょ、これ。だって。どうしよう。まあ、往復ビンタ祈りで回復してみる。なるほど。まあ、まあいい、まあいい。
まあいいんじゃない、こんなウケないよね多分。オッケー、なぜか知らないけど冷凍パンチしてこないルージュラさんは愛してます、ラブで。ラプラスね、まあ、キリサック、いやキリサック2発、結局キリサックの方が与えるよね、どうせ特殊高い。うわー、なぜかのしかかり、ありがたい、雲ない、もう10万ボルト急所しかないね、こうなったら。ハイドロポンプか吹雪でもう負け、あ出ました、10万ボルト急所、よーっしゃ、これもうごめんなさい、さっと勝ちます、ちょっと勝ちますよ。はい、ちょうどラプラスでレベルも上がったんで、ここで不思議な飴使っちゃおうかな。はい、ということでね、62レベルかなになりましたと。まあでもここの誰だろう、沢村ぐらいの飛び膝蹴り急所はやばそう。帰り切ってさ、地獄車覚えてないんかな、あんま使われないんだけど、使われた記憶ないか、わからんね。まあでもまさかね、このバブル光線をね最後まで使う羽目になるとは思わなんだ。はい、切り裂く、あ、そっか、あ、ディフェンダーそんなことしてる暇あるんかい。うん、やっぱノーマルタイプはさ、地道に行けば勝てるね。まあでも半分以上受けたらあれだけど、まあ言うて回復アイテムあるからね、旅してくれば。はい、どう？いいよ、ほんで最後の怪力ね、まあ、どうせ倒さないならね、のしかかりで、まあ、ひねらいもいいね。ああなったで、じゃあ、まあ、あ、でもこれで倒さなかったら微妙か。あ、微妙なことした。微妙なことしたじゃん。まあ、結局は勝てると。猫に負ける4本腕の格闘家。どうした？これさ、ハイリキより芝の体でかくね。バケモンじゃん、この人。で、なんかこの、これでもちょっと身長高く見えんだけど。クコは、あ、やっぱキコの方がちっちゃくない？これ。この簡素な絵でも、個体差設けてんのかな？俺の目の錯覚？あ、ここはもうなんだろう、対策もクソもない。10万ボルトで地道に倒すしかないね。はい、そうなのよ、弱え。あ、でもいきなり麻痺、ナイス。あ、まあ、いやでもこれな、どうせ2発かかるからバブル光線しようか、 PP もったいないしね。ナイス、どうする、3発かかったら。よし、あ、ナイスナイス、いやこれバブルでいきます。 HP、 あ、弱え。まだ出せんの、回復の薬とかねえよ。あー、まあね、ウザ戦法だな。身代わりメガドレイン、身代わりメガドレイン、怪しい光ってこいつ強くね。え、催眠術もあったらかなり害悪だよ。いや、やばい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 。あ、下で舐めるか。まあそこだけ優しいね。優しくもねえか。麻痺したらダメだもんね。かなりしんどい敵だな。普通に対戦で使われたらね。しんどいというかだるい。いけい。急所出ないね、全然。うざすぎない。ワンチャンこれで一撃でなくなんないかな。ああ、やっぱなくなんないか。なんで引っ込めた？何のための身代わりだった？まあ、謎戦法のおかげで、ナイス急所。ゲンガーをね、狙
楽に倒せると、ありがたい。こいつはラッキーだね。これ誰かの時もあったよね、最近の。カブトムシだけな。はい、急所ね。急所に当たるようになってきた。下で舐める。こいつ技ないんか。かわいそうだな。ノーマルタイプの、あー。だるいよ。これも倒そう。結局、めっちゃ使ってる、10万ボルト。はい。で、あー、やっとね、切り裂くお披露目。豚ボロにしよう。ああ。切り裂くはさ、倒せないともう、急所がほぼ確定してるから、なんかロマンがないよね。じゃあ、のしかかりで急所の方が強いもんね。よし、回復して。いや、これだるいな。麻痺しねえかな。うわ。ははは。これは骨が折れる。急所出してくれ、早めに頼む。よーし、そりゃそう。まあそれもそう。特殊下がり、特殊下がったらだいぶやばいぞ。あーまあ、あーやーば。あーナイス、オッケー、何でも直して直ります。下がった特殊がね、治ったはず、これで。危なかったね。最近ね、連発されたら負けてたわ。急所。まあまあいいよ、まあいいよ。勝ちました。ああ、まだだった。よーし、オッケー。ちょっとね、一歩間違えれば負けていた。64レベル。結構低いな。勝てない。まあ、負け続けたのがあったから、ちょっとレベル低いね。よーし、でも順調に倒せそう。 PP10 万ボルトだけ回復していこうかな。よーし、では行きましょう。うん、はい、そうだね、ドラゴンね。確かにドラゴンタイプにやる技、あ、切り裂かんのか。白竜ぐらいなら一回で落としそうな気するけどね。ギャラドスね。これは10万ボルトで落ちてほしいな。どうでしょう。ああ、無限ループ。相手の1500円を永遠に消費させてやろう。急所当てろ。もああ、竜の怒りか。ちょっと嫌だけどね。オッケー。飛んで、白竜。まあ、切り裂きしましょう。倒さんかな？あっ、なんなんだよ。ちょい残しブームが過ぎる。はい、ああ。やだー。あー、あ、オッケーオッケーオッケー、回復しよう。破壊光線急所負けがあるってことか、これもしや。怖えな。まあ、とりあえず、ここは落とす。レベル上がんねえかな。上がんねえか。1回目じゃ。じゃあこれ切り裂くで落とさんもんね。バランス願うか。ある？ある！それは助かる。で、65レベル。いいね。プテラさんは小林さん勝てるでしょう。ワンチャン落ちるんじゃない？落ちない。4500円も使ってる、あの人。1回の戦闘にイエーイ、急所ウェイで海流ね。まあ切り裂くかな。まあ、10万ボルトもありだけどね。あー、うわ、微妙だよ。うわ、大文字か。変な技。変な技してきた。あ、まあ、いや、急所で負けんじゃん、これ。
麻痺か急所。やったラッキー、これはラッキーですね。次破壊光線で曲げてたんじゃねえの、危な。はい、分かった分かった、残業ね。よし行きますよ。これは勝てるでしょう、渡るのが強いでしょう。はい、うん、これが世界で一番強いってことなんだよ。なるほどね、確かに君は強いよ、6体も使ってんだから。これどうしよっかな、バブル光線急所狙いが一番いいよね多分。はい、お願いします。思い通りが過ぎる、ラッキー。だって、ああ、ついにね、夏目の時に言ってた風鈴には一番ペルシアンがいいんじゃないか説立証しましたね、このギリサクで。ありがとう、あん時のね不甲斐ない俺を帳消しにしてくれた。ナッシーすることないな、のしかかり急所狙った方が良かったかな、麻痺も込みで。まあ宿りギーよね。まあでも倒すかな、微妙な量。よし、オッケー、宿りギーを全によな、キューコンか、キューコンね、急所か、急所はずるいよ。いいよ、まあ、回復される、のしかかる、レアコイルが未知数だな。まあでもさすがに130は受けない。ああ、まあそうね、いいね。何してくる気？ああ、なるほどね、そっちパターンね。どうしよう、回復の釣りかな。はい、ああ、オッケー、よかった。多分だけどね、麻痺ぐらいじゃ素早さ負けないから。ああ、負ける。負けました、全然。どうした、こんなもんだったか。じゃあやばいな、シャワーズ。シャワーズのハイドロポンプ耐える、お前。大丈夫か、ちょっと怖い。はい。ああ、シャワーズには勝てる。で、ああ、なるほどね。宿り気で微妙になるってことね。ああ、いや、耐えるよ。はい、バカしたー、バカしたーっていう夢を見たんですよね。うん、あー、よく寝たな。そりゃあんなさ、パワーズのタイミングで回復使わないなんてね、そんなヘマするわけない。うん、耐えるんじゃねとか、そういう希望的観測をね抱くわけがないんだから。はい、行きましょうよ。あ、ああよかった。あ、え、強いよ。強えな。まあまあまあ、で風鈴ね、かもね、こいつどうしよっかな。ナッシーですよね、結局。だるいの。なんだやつ、ちょっと宿り気なの。気持ちが悪いな。まあでも、のしかかり急所しかもう、いないね、今のところ。あー、しびれろ！はい！あー、うぜー。せっかく麻痺になったのになー。で、キューコンね。はい、まあ、回復のタイミングは気をつけましょう。いいよ、いいですよ。ああ、うぜえ、宿り銀とのコンボ使われた。よし、オッケー、尻尾を振るね。2回で終わったんかい。よし、オッケー。で、ニック機ね、シャワーズ。
183なら大丈夫っしょ。あ、レアコイルかまだ。ここでミスっちゃうと良くない。スピードスターしてください。まあ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 、防御3段階落ちたけどタワーズはないよね。物理技レアコイルをもっと早めに出すべきだったな。はい、もう怖くないよ。まあ、急所怖いぐらい。急所は怖いけど。あー、なんでさっきそれやってくんなかったの？夢の話だけどさ、物理技あんじゃん。まあまあ受けんな。はい、まあそんな感じでね、勝ちました。無駄な、無駄な一周したな。はい、バカな、本当にバカなのか。エネルギーかけて戦ったのに。俺の対応は戦えないぜ。はい、そうだね。もう何回負けるんだよ。で、はい。ということでね、ニャースバージョン終わりました。どうだったですかね。まあちょっと物足りないかもしれないですね、見てる方たちは。簡単すぎたかな。でも簡単すぎたと思いきや、時間はそこそこかかってますよ。霞のとこでね、異常に時間食ったんで。あそこでやっぱな、なんか最近言うこと聞いてくんないんだよね。うまい感じに。ここですごいストレス溜まってる。まあでもそんな中ね、後半は簡単にクリアしてさせてくれたささみに感謝。でも72レベルだしな、結局。なんか70レベル超えるともうなんか時間かかってんなって感じ。ああ、4時間40分ね。やっぱそうね。いや、正直さ、そう、ニャース、ペルシアン強えなーって思ったから、あれでしたね。思ったより時間かかった。なんなら、いいタイム出るぐらいのポテンシャルをね、秘めてると思ったんですが、やっぱ耐久はね、そこそこあって、素早さはね、ちょい強ぐらいの特殊化攻撃強いやつがね、簡単だよね、ストーリーは。ペルシアンってあれだよね、多分、初代の戦闘の対戦環境だったら強いのかな、多分。切り裂くとかね。プーディン落とせるもんね、多分。まあ、とかで活躍したんでしょう。まあ、なんで、まあ、4時間40分台、ポケモンはね、まあ、ザラにいるんでね。まあ、運も悪かったかもしんないけど、まあ、そんな感じで、ニャースは、無事クリアできました。ありがとうございます。でね、まあ、残ってるポケモンで難しいのって何なんだろうなって、まあ思ってるんですけど、まあ弱くとかサイフォーンはまあむずいでしょうね。まああと、ビードルとかか。あとは誰だろう。まあそういうのは、でも、まあちょっと取っとこうかなって思ってますね、ある程度は。うん。まあ簡単なの続きすぎちゃったら、途中でね、貯めていこうかなとは思ってます。で、次なんですけど、あれ多分ね、リクエスト多分、どうだろう、終わったのかな。あと、ゴースをもらってたんですけど、ゴースやるときはね、ゴース軽視腕力ね、続けてやりたいと思ってるんで、ちょっと準備するまで待ってください。次はね、ちょっと、霞楽に倒したいんで、そろそろ。草はポケモンかなでやろうかなとか、思ってます。まあ、電気かね。電気もいないかな。ビリリ玉ぐらいか。はい、そんな感じで、今回も本当にご視聴ありがとうございました。コメント、高評価もありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。